皆さんこんばんは。俳句作家の上野貴子です。上野貴子の俳句 TV、 今週はマンスリーウェブニュースをお届けいたします。今日もですね、サッチーの、ありがとうのアルバムから、オープニング始めたいと思います。ちょっと今日はしっとりめの曲から始まりましたけれども、ちょっと音させていただきまして、はい、それではですね、今日の、今月の一冊から、お送りしたいと思います。今月の一冊、今日はこちらです。今すぐ変わりたい人の行動イノベーションということで、こちらはですね、大平信孝さんというね、あの方が書かれた、本なんですけれども、10秒でね、人は変われるという、すごく面白い本を、書かれておりまして、こちらはですね、もう第2弾になるということなんですね。第1弾がすごく好評で、こちらの第2弾を出されたということなんですけれども、これがですね、結構難しい本なのかなと思いますと、っていうのが、そのアドラー心理学が実践できるなんていう風にこちらの帯にあるので、いやちょっと難しそうだなと思うんですけれども、始まりがね、こういったアニメ漫画でこう始まりまして、漫画なんですけれどもね、すごく面白く、この本の、導入といいますかね、こう取っかかりが、アニメから始まるということで、すごく面白いんですね。で、楽しい可愛いアニメなので、こちらのアニメイラストはですね、アリス智子さんという方が描かれてるんですけれども、このアニメが最初 と、終わりの方を、最後この本のね、こちらなんですけどね、最後にこう書かれておりまして、すごく楽しく、面白く、読むことができました。ですね、この大平さんのね、こちらの本の出版員イベントにもちょっとお伺いしたんですけれども、すごく気さくな楽しい方で、普段はね、こちらの行動イノベーションというこちらをですね、協会にされて、この活動を、されているようなんですけれども、こちらの本がですね、悩む前に踏み出せ、あなたはもっと楽になる、なんていう、こちら表紙に書いてあるんですけれどもね、とにかく何か思い悩んだら、何かを変えてみなければこう始まらないっていうようなことをね、書かれてらして、その心理学に基づいてこう書かれてらっしゃるんですけれども、人間の悩みの解消術みたいな形でこう書かれてらっしゃいます。で、結構ね、私はね、ちょっとね、こうまじまじ読んじゃったんですけれども、漫画が面白いっていうことがあって、何気なくこう先輩後輩のこう社内のね、やり取りの漫画から始まるんですけれども、こう一人のこう先輩が挫折したり、キラキラ輝くようにこの10秒イノベーションで変身するというようなね、アニメなんですけれども、まずこちらがですね、はじめにっていうところから、ちょっとご説明しますと、たかが10秒、されど10秒ということで、この行動イノベーションって、変革というんですかね、行動を変えるということなんですよね。それは、10秒の行動から変われるというふうに大平さんは提唱していらっしゃるんです。で、10秒で人が変わるというようなね、ことをこの本でご説明されているんですね。それで、たかが10秒、されど10秒というふうに歌ってらっしゃるわけなんですけれども、こちらでですね、行動してこそ人生は輝きます、行動してこそ自分を知り、相手を知り、世界を知ることができます、行動してこそリアルな感動がありますというふうに書いてあるので、とにかく何かを行動すれば、自分の理想に近づくんだよ、変われるんだよっていうようなことを書いてあります。こちらはね、もちろん男性なので、こう表面的にこう変身するとか、女性がもっと美しくなりたいとか
わるっていうことではないんですね。なのでこう行動を起こして、自分を変革させるみたいな形の、自分探しみたいな、手引きになるような5本でした。それで、まずですね、まず面白かったのが、普段見ているテレビ CM は一体何秒かというようなことが、まず初めの第一レッスンというところにあるんですね。これは皆さん何秒ぐらいだと思いますか？テレビのねコマーシャルが果たして何秒ぐらいなのかっていうのも私もちょっと何秒ぐらいなんだろうって興味すごく津々でこう読んでみたんですけど、日本のテレビ CM は15秒バージョン、15秒ですね、15秒バージョンと30秒バージョン、30秒の2つが主に流れていますっていうふうに書いてあるんです。たった15秒とたった30秒、この2バージョンあるっていうことなんですね。そんなに短いんだって思いますよね。で、CM はそのたった15秒の中でしっかりと心に訴える物語を展開していますというふうに書かれています。もちろんどんな CM も、見ただけで印象に残るし、そのドラマ性もありますよね。物語が印象に残るための、心を打つためにはやはりそのドラマがあるというか、そういったCM にインパクトのあるね、人の心に訴えるものが、たったのですね15秒から30秒でできてるんだということで、これはやはりびっくりしますよね。ちゃんとたった15秒の中で起承転結がしっかり描かれていますというふうに大平さんも書かれているんですね。そしてこのたった10秒で、皆さんどんなことが実際に行動できるでしょうか、考えてみましょうっていうような、ことをたくさん書かれています。でちょっと帯文でねかいつまんで、ご紹介しますと、10秒でできることは無限にある。例えば石鹸を泡立て手を洗う、これ10秒でできるということなんですね。蛇口をひねって水を出して石鹸を泡立てて手を洗う、これが10秒でできるとおっしゃってるんです。まずこれが一つ。それから手帳に予定を書き込む、これも10秒でできる、こう大平さんおっしゃってるんですね。あ、今度じゃあお約束しますって言ってパパパパパッとメモること、これも10秒で必ずできますっておっしゃってるんです。それからLINE でスタンプを送信する、これ私 LINE っていうのはちょっと私はやってないんですけれども、スタンプありますよね、絵文字というか、そのスタンプを送信する、これは10秒でできるなってなんとなくわかるんですけど、よくメッセージにつけたりするので、これ LINE に限らないと思うんですね。スタンプを送信する、10秒できますよね、確かに。で、それからですね、部屋のゴミを空にする、これはちょっと私はたった10秒でできるかなっていうの謎ですけど、捨てるってことでしょうね。部屋のゴミ箱を捨てるということで、例えば部屋の下まで行ってね、管理人室の横のゴミ置き場まで捨てるって言ったら、部屋を出て捨ててこなきゃいけないんだから10秒ではちょっと無理ですよね。だから部屋のゴミ箱をどっかのゴミ箱に捨てることだと思うんです。それは10秒でできるっていうんですね。空にするっていうことなので、これは捉えよう一つだと思うんですけど、それぐらいこう女性だったら掃除の一つだと思うんですね。それから窓を開け深呼吸する、これは納得できますよね。都心窓開けづらい方もいるかもしれないけど、とりあえず窓を開けて深呼吸をする、はぁーって息を吸って吐く、これは10秒で、なるほど10秒でできるかなって思いますよね。でこのですね、まず帯文では、5つをまず挙げてらっしゃるんです。へーそうなんだってちょっと思うんですけど、実際に10秒でできることって
いろいろあるっておっしゃって、見つけ出して自分が10秒でできることを一つでもいいから見つけ出して、それを1日1回必ずやるようにしてみてくださいっていうふうに書かれてるんですね。そうするとだんだん劇的に自分の、思考能力が、プラス思考にこう変わっていくと、行動が起こせるようになっていくっていうふうに説明されてるんです。例えば、1週間で劇的に変わるのではありません。1週間から劇的に変わり始めるのですっていうふうに書かれてるんですね。だから何か、例えばここに書いてあるように、石鹸を泡立てて手を洗う、石鹸をちゃんと泡立ててから手を洗うように心がけるとします。そうすると、それをしたから、何かが劇的に変わる、1週間それをやれば劇的に何かが変わるというんではなくて、それを続けていることによって徐々に自分の中の何かが、自分が理想に向かって行動を起こす時の何かが変わっていきますよっていうふうに説明されてるんです。だからそれを1週間やれば成果が出ますよとか、そういう、なんていうかな、こうよくね、ヘアメイクでお化粧なんかでありますよね。ちょっと肌がスルスルしますよって、白くなりますよとか、そういうことではなくて、その行動をするということに対する、まあ、脳の働きとかね、心のハードル、そういったものが、徐々に徐々に変わっていきますよっていうことをこのおっしゃってるんです。で、私はね、そこら辺が、そういう部分がすごく納得できたんですね。あ、そうかと思って、で、面白いなと思いました。でもすんなりこうザザザザザって読ませていただいたんですけれども、人気がね、ある、方だなって分かります。面白いなと思いました。その10秒アクションっていう風にね、歌ってらっしゃるところがまたいいですよね。こう自分で行動を起こすということの、目標が立てられるじゃないですか。それは面白いなと思いました。それからですね、次がですね、1週間のところですよね。そして読みまして、それからどん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 その先も読んでいきまして、で、こういうガチョーンなんて、こうアニメね、こちらのかわいい、アリストモコさんのアニメも節々にありまして、すごいわかりやすくてかわいいです。それから自然のままに任せておくと、人はどんどん自分を嫌いになるっていう、この大平さんがおっしゃってるんですね。だから行動を起こさないと、自分はどうせできないんだから、どうせやらないんだから、どうせ、そうでならないんだからとかね、どうせ無駄なんだからっていう風に、なんかこう自然のままに任せて、なんとなく毎日過ごしていると、それは、どんどん自分を嫌いになっていくことの方にどうしても行っちゃうんです、思考が進んでいっちゃうんですっていうふうにおっしゃってるんですね。だからまあ人間楽をしようと思うじゃないですか。そういうことだと思うんですね。どうせならどうせやってもできないんだからやんないにしとこうとか、どうせ無駄になっちゃうんだからこれは作らないでおこうとか、なんかそんな風になりますよね。そういうまあことだと思うんです。で、そんな風にしてこう人間は楽な方を取っちゃうし、臆病になっちゃう。そうすると人間の脳は、良くなかったことだとか、ダメだったこと、できなかったこと、で恥ずかしかったこと、痛かったこと、大変だったこと、そういうなんか、失敗したことの方がもう頭にすごく刺激が強くて、そればっかりが頭に入っちゃうんですって。で、まあそれでね、ただ注意して、それを注意してこうしようって思えればいいんだけど、あ、そうなっちゃうから、そうなっちゃうから、大変だから、大変だからってなってしまうと、そうなってしまうと行動が、
まあ、マイナス思考というんですかね、自分をどんどん嫌いになっていってしまいますよっていうふうにこうおっしゃってるんですね。自分が何をやりたいのか自分の中でこう見つけ出したら、その自分のね理想に向かってたった一つでも10秒間でも人間は何か行動を起こす、何かをやる、何かを起こすことはできるから、それをなんとかこう自分でね起こしていく、最初はあの取っかかりをつかむのはちょっと大変なんだけれども、それがたったの10秒で何でもないことになるし、もう気の持ちようじゃないんですけどね何でもあの楽な方に、楽って億劫だからやらないっていう意味じゃなくて、楽しく楽しい方になっていきますよっていうようなことを書かれているんですね。だからどんどん自分が好きな、自分の理想を描いている自分に近づくためには、こういったあの本をね、読んだら、この10秒間、じゃあ10秒なんかやってみようと思ったら、なんとかちょっとでもいいからやってみましょう、それを続けてみましょう。そうするとだん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 その行動するっていうことに対して劇的に変化が始まるんですよっていうことをおっしゃってます。そこから一歩が始まるんですよっていうようなことをね、おっしゃってるんですね。それがですね、この漫画で、最初と最後にこういった漫画で書かれておりまして、楽しくね、読み取ることができます。もうこう大平さんにもそっくりな漫画が出ておりますし、この中にもね、登場人物がいまして、その登場してくる人物にこう話しかけるような形でね、レッスンがこう5つに分けて簡単に説明されている、5本です。今すぐ変わりたい人の行動イノベーションということで、10秒で人は変われるというね、大平信孝さんの、本、今月の1冊では、今日はこちらをご紹介させていただきました。行動イノベーション、ぜひね皆さんも本屋さんで見かけたら、ぜひお買い求めになって読んでみてください。面白いですよ。10秒で変われるんだっていうのがね、なんとなくねもう本当納得できるご本でした。それではですね、今日の、マンスリーウェブニュースに行きたいと思います。マンスリーウェブニュースということですので、今日のですね、まず、ウェブニュースチェックの中から、ご紹介したいと思います。まあ、NHK のウェブニュースをもとに、ニュースをピックアップしてるんですけれども、やっぱり今日はですね、皆さんね、昨夜の横浜のね、やっぱり事故が気になりましたよね。昨日のですね、花火大会ね、せっかくあった花火大会の、まあ事故だったんですけれども、これはね、ちょっとね、気になりましたよね。この、なんていうんですか、架線切断、ショートの熱、そのショートの熱が原因だったのではないかというふうに今日は、調べて、がね、出ているらしいんですけれども、4日夜夕べですよね、横浜市内の JR 京浜東北線で架線が切れ、首都圏 JR で運転見合わせが相次いだ。これはですね、 JR が原因を調べたところ、架線と車両のパンダグラフの間でショートが起こり、その熱で架線が切れた可能性があることが分かりましたというふうに、発表されております。これは NHK の、ウェブニュースなんですけれども、ショートなんですね。びっくりしましたよね。脱線事故なんて昨日ね、夜、横浜の花火大会が盛大に行われたということで、綺麗なのかなと思ってましたところ、なんか脱線事故だっていうようなニュースが飛び込んできて、なんだろうって思っていたんですけれども、まあ、ショートの熱ということで、大きなね、怪我をされた人とか、そういった被害を受けた方はいなかったようなんですね。電車が遅れたり閉じ込められたりして、まあ気分が悪くなられた方だとか、なんかいろんな、被害を被った方はたくさんいたんだけれども、
35万人余りに影響が出たというふうに発表されていますけれども、まあそういう怪我をされたとかそういった大きな被害を受けた方は今のところいなかったようなんですね。よかったですよね。なんか昨日ねもう本当びっくりしたニュースでした。こちらね、そんな感じ。まず、そちらのニュースが飛び込んできたんですけれども、それからですね、いくつかニュースをピックアップ、して、これだとニュースウェーブの放送の方が出ちゃいましたので、 NHK のニュース、はい、ニュース画面に、はい、して、ちょっと今ご紹介したいと思います。あとですね、熱中症ですね。今日はそれから熱中症、今日はですね40度近くまで、気温が各地で上がったようで、熱中症が、心配されております。熱中症にならないように、皆さんもね明日も明後日もまだまだ40度近くですよ、35度どころか、40度近い、猛暑が、続くようなので、皆さんも熱中症には、くれぐれも、お気をつけください。それからですね、それからこちら熱中症の、こちらが、載っております。夜でも25度くだらない熱帯夜がもうずっと続いているということで、そうですね、38度、埼玉熊谷市では今日5日38度、福島市、や前橋市、京都市でも37度、東京都心、名古屋市、高松市、熊本市35度など各地で猛暑日が、予想されていますということなので、これからも、気をつけてください。これからも35度を下らない日がまだまだ続くと予想されているということです。気をつけた方がいいですね。気象庁は急な天気の変化や落雷や突風などにも注意するよう呼びかけていますというふうに載っています。やはり、今日もですね、天気が暑いので風がすごく気持ちがいいんですよね。こう天気がいいので、こう日向ぼっこでもねちょっとお日様が当たる、日向に出て風に当たろうかなと思ったりすると、風が結構強いんですよ。で風が強いと普通の海辺のパラソルとかね、ああいったちょっとした日傘だとかああいったものはすぐ飛ばされたり、風でひっくり返っちゃったりするので気をつけた方がいいと思いますよ。それぐらい風も強かったです。落雷や突風にね、皆さんも気をつけてください。そんなような、熱中症に注意ということで猛暑の、ニュースも載っております。それからですね、あとフェリーもねちょっとね昨日炎上しておりましたよね。そんなニュースも、ないかと思うんですが、フェリーの火災ニュースというのも、第一画面に、載ってくるかなと思うんですが、北海道苫小牧沖でフェリー、火災というのが、載っております。31日夕方北海道の苫小牧、沖、まあ、これは31日だったのでね、現在の状況という形で載っておりますが、こちらはやはり、そんなに大きな怪我やね、そういった人の、怪我になったり、倒れたりする方が出たようなニュースは載っておりません。なんとか、大丈夫だったようですね。はい。それからそれからですね、あと五輪のニュースが今日はいくつかあったと思うんですけれども、ちょっと五輪のニュースを見てみたいですよね。今日はですね、8月5日ということで、五輪ニュースはですね、リオネジャネイロ五輪っていうのがあとちょうど1年なんですね。
来年の8月5日に、リオネジャネイロオリンピックが、8月5日に開催されるということで、あと1年ということで、乗っておりました。日本選手の、ね、活躍も期待されているようで、こちらのですねリオネジャネイロのオリンピックにはゴルフが、新しく、まあ、新しいっていうんじゃないのかな、ですね、112年ぶりなんですって。なんかそんな大昔にゴルフって競技だったんですね。112年ぶりに、ゴルフが、オリンピック競技として復活するというふうに、オリンピックのね情報としてはリオ五輪の情報としては載っております。それからですね、リオ五輪ですね、まあその後にやはり、東京オリンピック2020年がね、あるということで、いろいろと問題になっておりますけれども、その前に来年の8月5日には、オリンピックが開催される、リオネジャネイロのオリンピックが開催されるということで、こちらがやはり5月5日ということでね、ちょうど1年ということで、なんですかね、日本もメダルを相当ね狙っているようですよ。頑張って、前回のメダルの倍を狙っているということなんですね。そんなようなことが書いてありました。団体の金メダルしか見ていないので、個人の金メダルも欲しいなんていう内村選手のね、コメントが入ったりしておりますね。それからですね、内村航平選手の、はい、コメントが入ったりしております。それから、あとですね、20年のオリンピックにね、開催されるということで、そのエンブレム騒動ってありましたよね。エンブレム騒動がですね、ちょっとですね、問題になっているようですけれども、どうやらこれは事実無根だということで、エンブレムデザインということで、この盗用はですね問題ないということで、このままのエンブレムで、大丈夫ではないかっていうふうに調べたところ、そういった事実は無根であるというふうなね、ニュースが載っておりました。まあね、後からね似たマーク探してきてもね、それはやっぱりちょっとね、ずいぶんひどいんじゃないかなと思いますよね。逆に似たマークを探す方も探す方じゃないかなと思ったりしますけどね。まあ発表されてすぐなので、まあ、調べ直したりねする必要はあるのかもしれないんですけれども、まあそんなようなニュースがいくつかありまして、載っております。まあリオネジャネイロ来年ですからね、東京オリンピック待ち遠しいですけれども、まず来年の8月5日のねオリンピックを楽しみにしたいと思います。日本選手も金メダルをかなり狙っているようなので、そんなようなねニュースがウェブニュースにも、載っておりますので、皆さんね、このウェブニュース、動画でも見られますので、時間がねいつでも見れますから、すごく便利なので、忙しくされている方もいつでも見れますので、ぜひね便利にお使いください。こちらを、おすすめしたいと思います。まあそんなところで、いくつかピックアップしてご紹介させていただきました。それではですね、今月のテーマの話にちょっと入らさせていただきます。今月のテーマはですね、もう8月ですからやはり海ということで、やっぱりね、海の話を、今月はしなきゃ、夏が始まらないんじゃないかと思いまして、今月のテーマは海というふうにさせていただきました。あ、ちょっとコメントを見させていただきます。ですね、あ、神戸秀政さんから入っております。ありがとうございます。上野貴子さん、こんばんは。あ、神戸さん、ありがとうございます。いつもこんばんは。それではですね、こちら、チェック画面を、ちょっとこちらに移動させていただいて、はい、それではこちらの画面で、ですね、今月のテーマのお話を少しさせていただきたいと思います。
いろいろ載っておりますね。あ、こちらでも、あ、映ってまいりました。はいはい、ありがとうございます。ですね、はい、それでは行きたいと思います。こちらですね。ですね、今月のテーマ海なんですけれども、ちょっとですね、私は海、今回海を調べてちょっと意外だったことがありまして、これはぜひお話ししておかなくてはと思ったんですけど、これはですね、夏休み情報ということで、海情報ということで、ですね、下田の海というのが、皆さんご存知でしょうか。下田といえばなんか黒船みたいな感じで、下田有名ですよね。で、下田がですね、海水浴でも、かなりいい海がたくさん、浜辺がたくさんあるということで、ちょっとですね、夏休みの海水浴情報で、ちょっとご紹介したいと思います。ですね、伊豆の海というのは案外東京から近くて、神奈川とか千葉の海、同じぐらいもうリゾートとしても有名なんですけれども、特にですね、この伊豆の中でも、まあ白浜とか、有名ですよね、白浜海岸、なんですけれども、そういった有名な広い、砂浜ではなくて、プライベートビーチのようなちょっとしたこじんまりとした海岸がですね、沖縄にも負けないぐらいのすごい真っ青で美しい透明度があるんですって。これは皆さんね、ご存知でしたでしょうか。透明度があるということで、すごく綺麗なんですよ。もう沖縄の写真かなと思うような写真が、この夏休みの、観光情報でたくさん載っておりまして、これを私は海を調べてた時にこれをネットで見つけて、あ、これ絶対紹介しなくちゃと思いまして、すっごく綺麗でした。もう本当に真っ青で、すごい透明感があるんですね。で、中でもですね、伊豆半島の最南端にある、リヒゾ浜というところが、秘境らしいんですよ。最南端です。伊豆ですね。伊豆半島の最南端の、リヒゾ浜。これね、皆さんね、覚えておいて、後でまだね、夏まだ海に行ってないわというような方は、こちらを調べて、ぜひお出かけになってみるといいと思います。これがなかなか行けない、船でしか行けない小さな離島なんですって。その中にある、リヒゾ浜というところがすっごく透明度が高くて、沖縄の海のようだと言われているらしいんですね。伊豆半島の最南端ですから、そうなんだって、これ知らなかったんですけど、これはびっくりしました。そして船でなければ渡れないっていうところが、もうすっごく穴場らしいんですね。で、そこまで行かない、もうちょっとこう伊豆の中でも下田の周りにたくさん、そのプライベートビーチ的な浜がたくさんあるんですって。それがですね、九十八浜というような浜があったり、いくつもあるんですって。そしてそこは家族連れでもプライベートビーチのように小さな砂浜なので、安心なんですって。お子様連れでもその見ていられる、広い浜で危なくないので、家族連れにも人気があるということで、九十八浜というようなね、おすすめの、プライベートビーチが伊豆の下田にあるというのを、今回、海でね調べて見つけました。それでは海そのもののねお話に、ちょっと移らさせていただきたいと思います。ですね、海といえば、これは海ですから、地球上の陸地以外の部分のことを海という、言葉の意味付けではあるそうなんですね。海といったら
陸地ではないところ、そりゃそうですよねってことになりますよね。そして塩水、塩ですね、塩分、海であるからには塩分を含んだ水、塩水がなければいけないっていうことなんですって。塩水をたたえたところ、塩水が、いっぱいいっぱいでこう満ち溢れるようにあるということで、塩水をたたえたところなんですって。そしてこれは地球の表面面積の約7割を占めているということらしいんですね。地球の、面積の7割が海ということなんですね。3割が陸地ということなんですね。だから半分以上ほとんどが海なんだっていう、まあこれはよく海の面積がほとんど占めるみたいな、多いっていうようなことを言いますので、あ、そうなんだって、比率的には7割なんですって。約7割、占めているということらしいんですよ、地球の面積の中で。へえ、そうなんだと思いますよね。で、まあ夏だから、この海の話がね、やっぱり夏といえば海ですよね。なので、一度は絶対必要だなと思って、まあ海なんですけど、あと日本語としての海ってありますよね。これ日本海って意味じゃないんですけど、日本では言葉でなんとかの海、例えば火の海だとか雲海だとか、そんな風に、雲の海って雲海って言いますよね。そんな風に、言葉としての海っていうものもあるんです。それは何かというと、例えば、湖のこともなんとかの海って言いますよね。琵琶湖だとかいう、浜名湖だとか大きな湖のことを、まあ、十和田湖だとか、その海って言います。その地方では、その 地域のその周りの方はもう本当に広々ずっと水だからなんとかの海って言いますよね。それはまあ湖のことなんですけど、言葉としての海、これは広々とした水をたたえたところにも使う、いわゆる湖のことをイコール海とも言う。そしてまた、あたり一面に広がったもの、決して水ではなくても、あたり一面に広がったもの、高原なんかで草の海だとか、花の海だとか言いますよね。そんな風に、麦の海だとか、そんな風に言います。そういったあたり一面に広がっているもの、それから数が無数に多くて数え切れないほど無数に多くて広まっている様を例えても言うと。それ先ほど言ったように雲海だとか、なんかこう無数にあって数えきれなく広がっている、ありますよね。そういった、風景だとか、それからたくさんこう数えきれないほどバーッと海のように連なっているっていう風に、ぎっしりと海のように敷き詰められているとか、広まっているとか、一面が海のようだ、一面なんとかの海のようだっていうふうに、使うという、ことなんですね。言葉の意味としてはそんなような時にも海と使います。なので、この海だけでは、日本語の季節でいつっていう決まりはないんですね。なので山、川と同じように、空と同じように海も、季語ではないんです。季節の言葉ではないんですね。これは分かりやすいですよね。川だとか山だとかと同じように一年中あるものですから、その言葉自体は季語ではないんです。だけど夏の海だとか、夏の浜、夏の波とか、夏の潮
とか、そんな風にして、夏の言葉をつければそれが一つの言葉として夏の季語になるんですね。なので、夏の海、夏の川、夏の山、夏の空っていう風にすれば、季語になるんですね。だけど大体は分かっていただけると思うんですけど、こうやってみると大体あってなんとなく分かってきますよね。その動かないけどいつもあるものかっていうのが分かってくださると思うんですね。だから、木って言ったら季語にならないわけなんです。夏の木とか冬の木とか枯れ木とか、緑の茂る木とか生い茂る燃えるような生い茂った木とか、そんな風に茂った木とか言えば、木でも季語になるけど、ただ木が生えてたら一年中ありますから、四季を通してそういうものは季語にはならない、ね、こう考えるとこう自然ですよね、季語っていうのも。で、俳句を作る時には季語としてはそんな風にして使うんですね。すごく分かりやすいと思うんですけれども、そこで俳句的に今度は海にまつわる話をちょっとしたいと思います。まあ俳句 TV ということで、ちょっと俳句的な海の話にちょっとこれから入りたいと思うんですけど、まあ俳句としては季節ですから夏の海ですよね。で、夏の海となったらやはり、海水浴、これがまず第一です。で、こういう夏って言ったら海水浴です。これは海水浴っていうのは季語になるんですよ。こうやってみると結構単純なんですね、俳句の季語っていうのも。あ、海水浴って言ったら夏だよねって、これはもう完全に夏の季語です。それから磯遊びだとか水浴びだとか、そういった言葉も季語になります。それからそういった浜辺にあるヨットだとかボートだとか、そういったものも季語になります。そういった水着、あと 海辺、夏しか海辺でこう、ね、日本の場合ですよ、日本の場合夏しか水着になってこう海水浴ってしませんよね。その期間だけしか許されてなかったりするぐらいですから、日本の場合には海水浴イコール夏の季語、水着もイコール夏の季語、それから水泳帽だとかね、そういう海水浴で人間が身につけるものは夏の季語になります。だからゴーグルだとかそういったものも夏の季語になります。そんな風にして考えると簡単なんですね。日本の場合には海水浴ができるのが夏って決められているので、そうなります。それからその俳句的にね、その海の話になりますと、結局トロピカルフルーツでもそうなんですけど、トロピカル的な南国の花ってありますよね。南国の花っていうとハイビスカスだとか、ブーゲンビリアだとか、そういう、ひまわりは浜辺ではないかな、ハマヒルガオだとか、ハマナス、そういった花ありますよね。海辺に、海の周りに多い、花あると思うんですけど、そういった南国の花々、まあ一種類ちょっといくつかしか思い浮かびませんが、南国のトロピカル風な花は大体が、夏の季語になります。代表的なものはハイビスカスだとかブーゲンビリアだとかハマヒルガオだとかハマナスだとか、そういった花類になりますね。海辺の浜に咲いているものというのは、ほとんどが夏の季語です。そうなんだって思うと、なんか海水浴なんかに行くとハイビスカスが咲いてたり、あとちょっとこうハマヒルガオがね、松原で、ちょっとこう日をよけて、なんかこう昼寝なんかして海のね、こうお弁当なんか広げて、木陰で食べようよなんていう時にハマヒルガオなんかちょっと見つけると、あー綺麗だなと思ったりしますよね。これは間違いなく夏の季語なんです。ですからやっぱりそういう美しい風景にこう思い浮かぶものっていうのは案外やっぱりこう季語なんですね。
なのでこう難しく考えるより、そうして簡単に探してみると割とたくさんあります。だけど海そのものは季語じゃないんですね。でも夏の波とか、あとうなみっていうのがね、一つ白波のことなんですけど、白波だけだと特に季語にはならないんですね。やはり一年中波は白いですから。だけどそれを白い卯の花のようだで例えるとうなみという言葉になって、それが夏の季語になるわけなんです。いやー面白いなーと思いますよね。そんなようなところで、ですから例えばなんかフルーツでもね、バナナだとか、パイナップルだとかマンゴーだとか夏の果物っていろいろあるんですけれども、日本的なものは割と秋なんですね。日本は木に実る、実が実るのは秋って言われてるので、割と実がなるものは夏場から食べますけれども、自然になるとしたものは割と秋が多いんです。だから8月もね、半ばお盆の頃になってくるとフルーツがたくさん出てきて美味しいっていうことになるんですけれども、まだ今だとちょっとまだ早いんですよね。だけど季節的にはお盆の頃はもう秋ですから、もう秋になったらちょっとね涼しげな鈴虫の声なんか聞きたいんですけど、いやー今はねこの猛暑ですからどうですかね。やっぱりとんでもない夏ですよね。絶対残暑だと思うんですよ。まあそういう場合はまたですね、これが便利な言葉がありまして、残暑だとかですね、あと秋暑しなんていう、暑いっていう字で秋暑しなんていう、便利な言葉があるんですけれども、まあそういうね、残暑ですよね、いわゆる、9月いっぱいは今年も暑いんですかね。なんかね、夏は、暑い暑いって言ってても人間、開放的になって楽しい、気分にねしてくれますので、ものすごい水の災害なんかが襲ってこなければ、またね夏はね寒いよりは、いいのではないかと、思うんですけれどもね、そんなところで、そうですね、今日の今月のテーマというのは、そんな感じで、ちょっとですね、まだいろんなね海に関しては話はやっぱ日本は海の国ですので、いろんなお話は尽きないとは思うんですけれども、ちょっとですねこの辺で、ちょっとですね俳句記念日の、宣伝をさせていただきたいと思います。8月になりました。とうとう、8月になりましてですね、上野貴子の、こちら俳句 TV の方でも、おしゃべり俳句の会が開催いたします。Facebook を使いまして、俳句を募集しております、俳句大会こちらなんですけれども、俳句記念日にちなみまして Facebook 俳句大会、こちらをですね8月19日、キャロットタワー26階スカイキャロットでですね、開催したいと、思いまして、予定、いたしております。でこちらにですね今年は、なんと、三越ひろゆきさんとですね、それからですね今野渉さん、このですね2名が、第1回の昨年のですね稲川淳二さんに代わりまして特別選者を引き受けてくださいました。皆さん拍手で、お招きしたいと思います。三越弘之さんと、今野渉さん、ありがとうございました。この場をお借りいたしまして、お礼申し上げたいと思います。今回、お二人がですね特別選者を引き受けてくださいまして8月19日、俳句記念日催すことになっておりますので、皆さん、ぜひ、遊びに来てください。
まだまだですね、ご応募お待ちしておりますので、こちらの、俳句記念日 Facebook でですね、俳句記念日 Facebook 俳句大会ということで、イベントページを8月19日に、立ち上げておりますので、ぜひ皆さんそちらの方にですね、俳句を一句でも、多く作ってですね、何句でも構いませんので、そちらにですね、どんどん、ご応募ください。お願いいたします。お待ちしております。まずですね、そういった俳句大会の宣伝を今日はですね、8月ですので、しなければと思いまして、ちょっとですねこちらのチラシを、準備させていただいたんですけれども、ご当地エンタメ情報は夏休みですのでね、ちょっとこちらの俳句記念日のお話で、すみませんが、させていただきたいと思います。こちらはですね、今回会場が、スカイキャロットと言いまして、この三軒茶屋、ご当地三軒茶屋のですね、駅を降りましたら直結しております。直結しております、まあ、三茶のトレードマーク、キャロットタワーというのがあるんですけれどもね、こちらの26階スカイキャロットの見晴らしのいいですね、スカイレストランで、開催するという、ちょっとこう見晴らしのいい高層ビルの、最上階ということで、世田谷ですからね、まだまだあの高いビル少ないですので、見晴らしがいい、夜景を見ながらの、素敵な、俳句大会ということで、パーティーを、企画しております。こちらはですね、お二人の選者の他にですね、サッチーこと新井幸恵さん、皆さんご存知だと思うんですけれども、サッチーがですね、曲を、一曲プレゼントしてくださるというお約束になっておりまして、こちらもですね、楽しみなんですけれども、サッチーのライブタイムもございます。それからですね、コシヒカリさんがですね、カラーセラピーということで、あのカラフルなね、あのカラーのボトルで、その時の、あなたの心理状態というものをですね、占ってくださいということで、色をね、その日どんな色がその時その場であなたがどの色を選ぶかで、今のあなたの心理状況が分かりますっていうようなね、カラーセラピーの、コーナーも、設けさせていただきまして、今回はですね、催させていただくことになっております。19時から7時からですね、2時間の、立食パーティーになっておりますので、皆さんね、三越さんと、今野渡さんに、ぜひですね、お目にかかりたい方、ぜひお待ちしておりますので、どんどんご応募ください。よろしくお願いいたします。それからですね、またもう一つ、こちらなんですけれども、今日はこういったですね、お誕生日俳句ということで、今日は、ご当地エンタメ情報がですね、私、本人の、宣伝になってしまいましたけれども、お誕生日俳句第3弾ということで、ちょうど今なんですね、7、8、9のですね、この3ヶ月の、お誕生日俳句ということで第3弾になるわけなんですけど、これはですね、プラスワンパブリッシングというところから、出していただいてるんですが、もうあとこちらと第3弾の次に第4弾がありまして第4弾でですね、終了ということになるんですけれども、1年間通してね、1月から12月まで、365日プラス1日ということで、ウルド氏もありますのでね、365日プラス1日ということで、あなたのお誕生日に行くという、記念日俳句をね、今年は365日、こういった電子書籍で、出版させていただいております。昨年、俳句記念日が認定されまして、それが春から初夏の頃だったんですね。認定させていただいて、ローズ麻生さんにね、ご紹介をいただいた、記念日協会というところに、ちょっといろいろ調べて、そして登録できないかということで申請して申し込んだところ、認定がおりまして、
まあまあ私ごときの小さな会なんですけれども、その記念日というものをね、広く広めるということで、なんとか、認定がおりましたので、この俳句記念日をですね、昨年から、年に1回俳句ということで 8.19 8月19日ということで俳句で、ちょうど語呂合わせがいいわけなんですよ。で俳句で819を組み合わせて、他に日にちがなかったんですね。81月ってないし、81日ってないし、俳句ですので、まあね、あの575というのが俳句のまあ基本なので、まあ、その俳句で、あのちょうどね語呂もあっていいかなと思いまして、こちらの俳句記念日ということで日本記念日協会の方に、認定させていただいたわけなんです。で俳句記念日を、認定いたしまして、やはりね、昨年はこの俳句記念日を認定したということで、稲川淳二さんの方から、まあ、あのオファーがありまして、怪談句会というね、あのお化け句会をですね夏に、お盆に、させていただいたりして、去年はねこの俳句記念日にまつわるいろんな、いろんな、行事があったりして、いろんな仕事があってね、にぎやかな、オープニングだったんですけれども、今年はこの俳句記念日第2回目ということで、やっぱりですね、俳句ですから8月19日その日、8月19日その日が俳句記念日なんだから、その日に今年からはやろうということで、今年もですね、ローズ麻生さんが司会をしてくださることになっております。でやはりローズさんも、8月19日、あその日いいですよねっておっしゃってくださって、そして、この8月19日今年は水曜日なんですね。なので、まあ、できるだけ毎年8月19日に、この俳句記念日のイベントをやっていこうと、まあ、心に決めているんですけれども、これを広めていくね、伝道師として毎年やっていこうと思ってるわけなんですけれども、まあ、8月19日が今年は水曜日ということで、まあ、平日ですので、まあ、皆さんね夏休みということもあるでしょうけれども、まあ、逆にちょうどお盆明けということもあるので、まあ、大人の方はねお仕事に出向かれる方もいるので、やはり平日ですので夜にした方がいいであろうということで、7時からということに、なりました。まあスカイキャロットですから夜景が綺麗な方がね、皆さんお越しいただける方も楽しいかなと思って、楽しみにしております。やっぱり夜景綺麗な方がいいですよね。それから、まあちょっとね嬉しい、ニュースとしては加藤さんがね、天保一というんでしょうか、スパークリング日本酒っていうのがあるらしいんです。まあこれあんまり加藤さんに申し訳ないんですけれども、この前加藤さんゲストに出ていただいて、で、あいいですよ、もうお持ちしますよっておっしゃってくださったので、もうぜひですね加藤さんにその日本酒のスパークリングがあるということで、まあこれは夏のねパーティーにはもってこいですから、この日本酒のスパークリングというね、試食というか試飲ですかね、を試しに、飲んでみるのもまた楽しみということで、夜、7時から開催することになっております。まあそんなところで、俳句記念日が、制定されて、今年からね、8月19日にイベントを、毎年皆さんに広めていきたいと、思っておりますので、ぜひ皆さん、俳句記念日、楽しみにお越しください。もしねその日、地方だわっておっしゃるような方はぜひ登録していただけると、全国どこからでもインターネットで見ることができますので、当日できるだけねこのUstream でライブ中継で流したいと思っております。ただああいう広い会場ですと音声が心配なんですけれども、まあ様子はねなんとなく、どこからでも、
ちょっとこう垣間見れるのではないかなと思って、なんとか頑張ってですね配信してみようと思っております。あのお師匠さんの三越さんもいらっしゃるのでね、その辺は心強いかなと思うんですけれども、まあちょっとね、あのどこからでも、全国どこからでもあの様子が見れると思いますので、楽しみにしてください。それではですね、今日はその辺で、お別れしたいと思います。最後にですね、今日の一句でいつも通りお別れしたいと思います。8月5日水曜日、晴れ、照り返す街の片隅立ち葵、照り返す街の片隅立ち葵、上野貴子でした。それではあの 8.19 皆さんどんどんご応募ください。お待ちしております。それでは皆さん、さようなら。上野貴子の俳句 TV、 それでは皆さん、さようなら。また来週。